はい、こんにちは。日本改革と奥津澤です。山村様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがとう頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。NHK ネット聴取反対デモの横断幕、のぼり、プラカが届きました。縦のぼり、横のぼり、先頭の横断幕、ちょっとデラックスなやつとプラカードですね。グッズはこちらで全部用意してありますので、初めての方も手ぶらでお気軽にご参加ください。途中参加、途中離脱でも大丈夫です。長期予報で、曇りの予報になってました。雨だったのは冷やしなしながら見てたんですけども、曇りになってくれました。ありがたい。日時6月11日13時30分春の小川コミュニティパーク集合渋谷区代々木 5-68-1 であります。スマホで住所入れるとナビしてくれるんで、来れるとは思いますけれども、割増金被害者様取材させてください。ご連絡お待ちしております。取材させていただいたら拍手いたします。メール党員限定懇親会ご応募お待ちしております。入管法改正案採決阻止のため、立憲がですね、参院法務委員会委員長解任動議を出したため、性犯罪規定改正案の審議が停滞。法務委員会で、審議しなくちゃいけない性犯罪規定、改正案、性犯罪の定義を見直すっていうことなんですかね。性犯罪の被害者や支援者らで作る団体、性犯罪の支援者じゃなくて被害者の支援者で作る団体スプリングなどが今国会での成立を求める声明を出しました。何やってんだって話です。早く決める話なんですね。審議未了のまま6月21日を迎えると廃案になる可能性もある。つまり性犯罪の定義を見直せない立憲のせいで、一般反応です。妨害している立憲に言って、日本の邪魔をする人たち、外国人が強制退去されると困る政党があるらしい。犯罪者のための政党立憲民主党、民主主義を否定する立憲民主党、加害者擁護被害者放置で一貫しとる頑張れ立憲、日本人に負けるな性犯罪者の生活が第一、立憲民主党です。評判は散々であります。日本人のことなんかどうでもいいんでしょうね。むしろ日本人減ればいいって思ってる立憲ですもんね。審議妨害で立憲主義じゃない民主主義の衰退、議論させねえっていうことだから、議論を妨害ってことだから、民主主義の衰退しか眼中にないんでしょうね。日本における民主主義の衰退が立憲の目的だとすれば、委員長解任動議でですね、すべての委員会が止まってしまうってシステムが問題じゃないのこれ。性善説の限界ですよ。相手は日本人じゃねえんだからさ、日本人の敵なんだからさ、ちゃんとさ、敵視しないとさ、ダメでしょ。敵視し、敵を敵視しないことほど危険なことないですよ。お花畑の自民党はよー、もう何十年も社会党となーなーでやってきた。たまに牛歩も、許してやっかぐれで、裏ではなーなーでやってきた自民党と社会党、その時の癖が抜けねえで、なーなーでやろうとしてんだろうけど、向こうは敵だからな。みんながみんな親戚の日本一族じゃねえんだよ。立憲にですね、純粋日本人なんか一人もいねえよ。一人もいねえ。全然いいね、皆無。なんてこと言うと、私も刑事告発されそうですけど、そんなことない。日本人も何人か、丸々人いるとは言えないから、大丈夫ですね。それしかいないの。驚かれること、受け合いであります。そういえば、国会でですね、外国人職員は何人乗って聞かれた NHK 会長がですね、お答えできませんって、拒否した事実がありますけれども、立憲も純粋日本人比率なんか答えらんないでしょ。そんな少ないの。ですから、言いたい放題であります。純粋日本人なんか、いねえ、あそこに、立憲に。日本と日本人の敵だもん。って言っても言いたい放題であります。2025年4月から都内新築戸建てソーラーパネル設置が義務になりました。記事の要約なんですけれども、都の説明なんですけど、約100万円の設置費用のうち40万円を
都が補助する、約6年間で回収できる、まあ、60万円をってことなのかな、30年で160万円、得をする、排気量は30万円と見積もっている、だったらあの排気代込みで、30年で130万儲かりますよなんて、甘いこと言ってるんですけれども、キャノングローバル戦略研究所、ソーラーで得しない人の都税で補助金出すってどういうこと、そもそも都内に戸建て建てられるのはお金持ちしか恩恵ないんじゃないの、都内に戸建てを建てられるお金持ちのためにそうでない人の税金がいっちゃって不公平じゃないの、ということをキャノングローバル戦略研究所が言っておりました。一般判断です。誰が止める、環境の前に日本を破壊、中華パネルだらけになりそう、東京に家建てる人が減るだけ、義務ってそんな軽く決めていいの、義務じゃなくて選択制にしろ、都に設置場所を貸す形なら、都がその太陽光パネルの設置も運用も請け負って、で、あの屋根、のスペースを借りて賃料を払うっていう形なら、ということですか、その次はシェルター設置を義務化。何年か後に東京パネル廃棄問題勃発。ありそうだな、これ。都の説明が、なんか詐欺っぽいんですよね。耐用年数30年。廃棄代を30万って見積もってっけど、甘いんじゃねえの、これ。耐用年数15年って私聞いてますけど、技術の進歩で寿命伸びたんすかね。それに廃棄代だってですね、数多くが同時期に寿命が来て、殺到すればですね、当然値段上がるはずですよ。今までは30万で、やってましたけれども、注文殺到してんで、50万になります。60万になります。100万ですとかね。その30万も払えずにですね、不法投棄しまくる、あるいは空き家のまま放置するっていう未来がとっても見えんですけど、私にはね、中華パネルの原料ポリシリコンの生産量の半分以上はですね、一説には8割って話もありますけど、世界中のポリシリコンを生産してるのがウイグル人で、ウイグル人が鎖でつながれ、棒で殴られながら泣く泣くポリシリコンを作らされているって聞いてますよ。それとですね、日本が死ぬ思いで二酸化炭素を半分にするよりもですね、中国の産業を 4% 衰退させる方が効率的に現実的なのに、どうして中国の産業を助けるようなことするんだ、キャッシュバックがあんのかな、小池百合子と鳥羽に。これから作るですね、まあ、こんな名前になるんじゃないか、って思うんですけれども、東京都ソーラーパネル設置協会かなんかができてですね、そこが審査して通らないと家建てらんねえ、みたいな、してですね、公金集中する気満々でしょ。予想つきますけれどもね、私が都知事になったら新規のソーラーパネルは禁止します、都内新規のソーラーパネル設置を禁止します、ビルだろうが戸建てだろうがアパートだろうが禁止いたします、マンションだろうがね、今 あるやつはちゃんと廃棄するように、監視の法律作ります、届け出ないといけないとかですね、廃棄する場合は届け出ないといけない、で、届けてないで廃棄すると、まあ、条例違反ってことにしてね。理由はですね、難消化性で危険だからっていうのを言い張ってですね、その中華パネルだからそういうことは言わない。言わないですね、消しにくいから。燃えてる間も通電してんだよ。消防士さん触れねえんだよ。一旦火ついたら、燃え尽きるまで燃え続けんだよ、水かけても。そういうもんですからね、反対意見にはですね、どう火事起きたらどうすんだよ、責任取れんのかよって押し潰すこれありそうもない事故の可能性を言い立てて反対するっていうのは、実はパヨの手法なんですけれども、効果あるんでそれらをパクろう、火事が怖いからソーラーパネル禁止するってギャーギャー言ったら、じゃあ火事起きたらどうすんだよ、責任取れんのかよって言って、押し潰す、というと相手も一瞬グッとなりますからね、これ効果的な反論なんかできねえだろ、大火事で何人も死んだらどうすんだみたいな、消せねえんです。大分県土葬墓地計画をめぐり、肘町に隣接する木月市住民が本田博文町長に公開質問状を提出。あ、公開っていう字間違っちゃいました。公開するじゃねえな。納得できないということで、まあ、記事の要約なんですけれども、キツツキ市、なんだっけ、キツキ市、キツキ市住民の言い分、水質に影響ないって言うけど、根拠は？
どういった目的とどういった経緯でそこに埋めることになったの？肘町の説明は納得できない。まあもっともなもんなんですけども、一般判です。頑張れ反対住民、神社仏閣が破壊される未来が見える、こうやって侵略されていく、狭い日本で土葬はやめてくれ、本人たちは異教徒の国で葬られることに抵抗ないの、それでいいのっていう、異教徒の国に無理やり圧力かけて土葬墓地作ってそこに入ることに抵抗ないんか、祖国に葬られた方がなんぼがいいんでねえのか、いう疑問ですね。多様性を絶対認めない相手、オカルトスポット化で心霊 YouTuber が押し寄せる未来、これありそうまあね、生で埋まってるっつったらなんか出そうですもんね、仮装するより全然ね。試験なんですけど、本田博文、町長69歳、大分県職員を59歳で退職後、公益財団法人大分県小学会常任理事として天下り、なんだかな、県は県で天下りだったり作ってんですよね。そこを3年勤めた後に立候補して肘町町長になりました。今期で2期目だそうであります。県職員の偉い方から、まあ、常任理事にいきなりなれるってことは、なんだっけ、小学会だっけ、町長になったんで、本人はね、中央から派遣された大官気分でいるのかもしんないな。任期中になるだけ美味しい汁吸いたいっつってですね、金もらってねえか、イスラム教会からこの人、生仏なんか気味悪いよっつって、肘町から若者がどんどん流出する未来が見えます。代わりにどんどんイスラム教徒が移住してきて、モスクもできてイスラム街ができると、異教の地で葬られることに抵抗ないんですかね。変だな。6月4日今日、17時35分、5時35分ですね、午後、成田着の飛行機でガーシー元参議が帰国、警視庁領空に達した時点で逮捕の方針であります。あともうちょっとですね。多分逮捕の瞬間とか飛行機で降りてくるガーシーのことをテレビ中継すんだろうな。容疑は常習脅迫、その他、旅券法違反なんてのもありますね。一般判断です。ああ、いたな、そんなやつ。すっかり過去の人、忘れてた。この人が一体何がしたかったんだ。国会をぶっ壊すとは何だったのか。いろんな人間に利用されてる感がすごい。ママに会いたくなったんだろう。ドバイの刑務所に入れられそうになって降参したか。オンサラで生活できるっていうのは嘘だったの？こいつに投票したバカも反省しろ。全くだ。こいつに投票したバカも反省しろ。口座を凍結されて金が尽きたのか、ドバイの刑務所に入れられそうになってビビって投稿したのか、やばいっすもんね。ドバイの刑務所。なんかやばそうっすもんね。警察の長時間の説得に心が折れたのか、まあいろいろ考えて出頭した方が得だって考えたのか、立候補前、議員の闇を暴露して国会をぶっ壊す、不実行しました。実母宅にガサ入れ、おかんは関係ないでしょ、おかんはって泣いて放送してたんですけど、お前が逃げ回ってからだろ。おかんが大事だったら帰国しろ。まあガーシー2より人間のクーズと呼んだ方がいいのかなって人ですね。こんなやつに投与したバカは重々反省してください。バカなんだからあなたたちは。容疑の常習脅迫はですね、業として日常的に他者を脅迫っつうですね、暴力団に適用される罪であります。一般人はそんなのねえわな。つまり反社会的人物あるいはプロ犯罪者って見なされちゃってんですよね。これだけでも執行猶予つきません。実刑ですけれども、パスポートを執行した後も逃げ続けてですね、最大で懲役5年の旅券法違反っていうのも追加になっております。どうせ執行猶予には到底なりません。擁護派はどうせ執行猶予とかすぐ出てくるとか言ってきますけど、そうはなりません。実刑食らうと思います。5時過ぎに到着、飛行機から降りてくる時にはすでに手錠がかけられて、そのまま護送車に乗せられてですね、桜田門の本庁の留置所に直行すると思います。新宿署とか他の渋谷署とか池袋署とかに行くとやじ馬がすげえから、取り調べは明日から、今日はゆっくり休ませます。でないとですね、疲労している状態での取り調べは拷問してですね、自白は無効とか騒げずから、たっぷり時間あったからもう大体出来上がってないですかね。調査書っていうか、なんつうの、なんつうんだっけあれ、
自分で長所っていうんですか、長所、あとは本人の間違いありませんっていう署名と、あの、死因があれば、OK になってんじゃないですかね。犯行当時、上司だった立花隆も、無事ではいられない可能性大っていうことについて、一般反応です。この時ね、まあ、ガーシーが立候補者、立花が党代表で、まあ、社長と部長のような関係ですよね。ですんでね、部長が犯罪を犯してて、で、逮捕の方針されて、社長が無事で済むのかっていう、そういう疑問が、弁当持ちなのに大丈夫か。斉藤国会議員の椅子返却。斉藤っていうのは、ガーシーの後に、お前議員やれっつって、はいっつってなったね、頭悪いんだって、この人。ホリエモンの運転手やってたらしいんですけど、頭悪い。どうせ執行猶予になる連呼だろう。立花がドバイに高飛びしそう。立花にはもう尾行がついてんだろうな。まあ、内定っていうんですか、内定。警察、ちょっとお話伺えますか。ガーシーの自供で運命が決まるな。立花のせいにしてペラペラすんだろ。警察、ガーシーさんが立花さんの指示でって言ってんで、お話聞かせていただけますか。近々任意聴取のお願い、かっこ断れない。される可能性大ですね。任意聴取断るとですね、今度は検事さんが、強制で、聴取、強制取り調べっていう令状を発行して、強制になります。ガーシー、立花に三木谷さんを叩けって言われた。帰ってこなくていいんじゃないって言われた。すでに数々の証言してて、犯罪教唆、逃亡教唆っては前から言われてました。さらに逃亡中のガーシーに資金を振り込んでたってことになるとですね、逃亡幇助になりますしね、逃亡の手助けをしている。それが旅券法違反の手助けになったとすると、犯罪幇助だし、犯罪と知りつつ、その恩恵を享受することを共同正犯って言うんですけれども、まあ略して共犯なんですけど、芸能人の醜聞暴露イコール脅迫によって得た人気を利用し、議席獲得という通りを得た。ついでに政党助成金も得た。まるっきり共同正犯ですよね。犯罪の恩恵を享受した。N 党の連中には立花が刑務所に行ったらどうすんだろうね。まともになっちゃったりして。すごいまともになっちゃったりして、NHK 問題は継続して私と日本改革党が引き受けますんでご心配なく、契約して滞納しろなんていう詐欺を進めてるバカな N 党よりも私うんと詳しいですけれどもね。そういえばすぐに金かね、言うですね、参政党はカルトじゃねえかなんて板立ってましたけれども私違うと思います。カルトにはですね、まあ党員っていうか信者にお布施の要求がすごいっていうのと、あと抜けた人、抜け人をリンチするっていう特徴ありまして、まあまあ参政党さんは抜けた人間リンチしたっていう話聞かないし、まあお布施が課題だ、過剰だ、お布施、集金が過剰だ、それで苦しいなんて話も聞いたことないんでね。そんだったらよっぽど N 党の方がカルトだよ。当選した途端にいきなり130万よこせとあるとか、じゃあやめますって抜けた人間リンチすとかね、嫌がらせの電話何十本も何百本もかけてきて、よっぽど N 党の方がカルトだわって話。参政党さんはまあ金かね言うかもしれないですけれども、カルトではないっていうのが私の感想であります。ただの感想なんで間違ってたらごめんなさいというわけで、6月11日でも、曇りで雨降らないみたいであります。よろしくご参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。